イオンモール富谷は宮城県富谷市に立地するイオンモール株式会社ウニエのショッピングセンター。大規模小売店舗立地法上の名称はイオン富谷大清水ショッピングセンターである。鹿島建設や西松建設が開発したニュータウン富谷大浸水21の商業施設用地にイオン株式会社が開発した。 総合スーパーのジャスコを各テナントとして2003年3月21日にオープンした。時期や売却額は未発表であるが、2013年11月1日に管理、運営がイオンモール株式会社に移管されるまで施設は不動産証券化により、シンガポール政府投資公社の不動産部門司会社、ジックリアルエステートが所有しており、 新宅受託者として三菱 UFJ 新宅銀行が管理し、イオンリテールが賃貸契約に基づき運営を行っていた。2008年3月15日にイオンリテールが運営するイオン仙台線大沢ショッピングセンターが、投資設から南に約 1.6km の近距離に開業したが、各店舗は当時のジャスコではなくすることで投資設との差別化を図っている。 1>, 1階は、フードコートなどを除きンの直営売り場がほとんどを、閉めており、2階には、専門店が配置されている。また、別途として1階と3階に計7店舗がある。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップレストランを、営業時間及び ATM を設置する金融機関の、詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。 仙台市地下鉄南北線泉中央駅から東モールまで宮城交通により路線バスが運行されているほか周辺地域を巡回する無料送迎バスも運行されている詳細は公式サイトバスのご案内を参照また富谷市民バスも乗り入れておりイオン富谷店バス停を拠点とする宮城交通との乗り継ぎ運行も実施されているありがとうございます